スマホで簡単マイナンバーカードの自宅申請。仕事や家事が忙しくて申請をする時間がない。マイナンバーカードの申請ってなんだか大変そう。そんな方に朗報です。わずか1分でいつでも気軽にできる申請方法があるのをご存知ですか？この動画では4つある申請方法のうち最も手軽なスマートフォンを使用した申請方法をご紹介します。まずお使いのスマートフォンとマイナンバーカード交付申請書をお手元にご用意してください。もしこの時点で交付申請書がない方は市民課マイナンバー担当へご連絡ください。申請をする前にマイナンバーカードに使用する顔写真を撮影します。この時撮影した写真がマイナンバーカードに載る証明写真になるので、白や青など無地の背景を背にして帽子やスカーフは着用せず、しっかりと前を向いて撮影しましょう。撮影した写真が眼鏡や髪飾りで顔の一部が隠れている、顔が正面でない、顔に影がかかっている、普段の願望と著しく異なる場合などは申請が却下される恐れがあるので注意してください。顔写真の撮影が終わったら早速マイナンバーカードの申請に移りましょう。まず交付申請書に記載されている二次元コードをスマートフォンで読み取ります。読み取ったら画面に表示されているアドレスにアクセスしてください。そうするとこのようにマイナンバーカードの交付申請画面に移動します。下にスクロールするとチェック項目が2つ表示されます。利用規約をよく読んでチェックしてください。確認を押すと今度はメールアドレス登録画面に移ります。まずスマートフォンに表示されている申請書 ID と交付申請書に記載されている23桁の数字が間違っていないかよく確認をしてください。問題がなければ氏名とスマートフォンで受信可能なメールアドレスを入力します。画像認証をして確認ボタンを押すと先ほど入力したメールアドレスにこのようなメールが届きます。メールに記載されているアドレスにアクセスするとこのように顔写真登録画面に移動します。ここで先ほど撮影した顔写真をアップロードします。アップロードのボタンを押し写真を選択するとこのようにアップロードが完了しましたという文字が表示されます。アップロードした写真に問題がないか再度確認しチェック項目をよく読んでチェックを入れたら顔写真の登録が完了です。最後に申請情報登録画面に移動します。ご自身の生年月日を入力し、誤りがないかよく確認をしてください。電子証明書については、不要な場合はチェックをしてください。点字は希望する場合のみチェックをしてください。電子証明書はマイナポイントの申請や
コンビニで住民票を取得する際に必要となる番号です。マイナンバーカードを取得した後に設定することもできます。最後に登録ボタンを押すと、先ほど設定したメールアドレスに申請受付完了メールが届きます。これでマイナンバーカードの申請は完了です。マイナンバーカードは申請をしてから交付するまでに約1ヶ月半から2ヶ月ほどお時間がかかります。ご自宅にこのような茶色い封筒が届いたら、必要書類を持参してマイナンバー窓口へ来庁してください。マイナンバーカードの申請や受け取りについては市民課マイナンバー担当へお問い合わせください。今回の動画はこちらで以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。